はい、皆さんこんばんは、シスです。というわけで今回は七英雄ダブルガチャジェラール編の方をね、見ていこうかなというふうに思っております。そしてロックブーケ編、いや、あっちがさ本命かと思っていたんですが、こっちの性能を見ていたらむしろジェラール編の方が今回本命なんじゃないかという気もしてきております。そのくらいね、ちょっと面白いんですよ。特にジェラール、そしてワグナス、スービエ、ノエル、こちらの方もかなり面白い性能をしております。果たして性能面から見て引くべきかどうか、詳しく見ていきましょう。評価の方はいつも通りこちらの表、高難易度中心に追憶の源登場、他高難易度将来性、そして周回、シーレ以外の過去の限定スタイルは非常時前提での評価を記載しておりますが、もし持っていたらどうかという部分は動画の中で詳しく話していきたいなというふうに思っております。あくまで私の独断と偏見による評価にはなりますが、皆さんがガチャを引く際の参考にしていただければ幸いです。では早速見ていきましょう。さあ今回の目玉、早速ジェラールから。七英雄に紛れ込んだジェラール、金ピカジェラールですね。いや、ロマサガ2さ、ジェラールで頑張るっていうね、動画とか出してるんですよ。ぜひね、そちらも見ていただけると嬉しいです。そして、精神 98%。割と高いですね。で、耐性は普通。そして、アビリティの方。まとめると、よだめ上昇自身はなし。よだめ上昇全体へは 10% があります。そして火ダメ軽減、自身は1ターン目 15%、 5ターン目 56% まで上がります。そして毎ターンダメブロ1回、かなり硬いですね。で、面白いのがジェラール、しっかり全体も硬くするんですよ。1ターン目全体火ダメ軽減 5%、 5ターン目にはなんと 23% まで全体火ダメ軽減があります。これはかなり強い。そして今回のジェラールの目玉、これでしょう。バトル開始時、自身に援護姿勢を付与、バトル中永続と。この援護姿勢がかなり面白いです。ターン開始時、味方全員が生存している場合以下の効果が発動。ランダムな味方生存者1体に攻撃強化 30%、 これおそらく 30% かな、を2ターン。ランダムな味方生存者1体に防御強化 20%、 2ターン。いやいや、これの何が強いのかと、たった1体じゃないかと思うかもしれませんが、これ技と合わせて大変なことになります。で、残属性を含む攻撃時、味方生存者全体の全ステータスを 5% バフ。陽属性を含む攻撃時、味方生存者全体の HP を極小回復となっております。残陽の副属性で攻撃すれば両方発動するっていうパターンですね。で、 BP が10スタート毎ターン5回復。で、先ほど言ったようにジェラールは技の方かなり面白くなっております。まず1つ目、こちら覚醒すると BP4、 威力 D の単体から威力 E の単体、攻撃前自身に 25% の腕力バフをかけてから攻撃します。で、自身の HP を極小回復。で、これ2回攻撃、残が2回、陽が1回ですから、アビリティの味方全体全ステバフ、5% っていうのが2回、そして味方全体極小回復っていうのが1回発動します。そして2つ目、これでしょう。これがやばい。覚醒すると BP6、威力 A の単体、バトル中5回まで使用可能、自身に援護姿勢を付与、バトル中永続。これ、アビリティと合わせて、援護姿勢が最大6枚重なります。ということは、ターン開始時、ランダムな味方生存者1体に攻撃強化 30%、 2ターン、これが6回。ランダムな味方生存者1体に防御強化 20%、 2ターンが6回。いや、6回よ。もう期待値からしたら、全体にこれがかかっている以上ですね。で、こちら残陽の副属性攻撃ですから、アビリティの全体全ステ 5% バフと全体極小回復両方発動します。そして最後、覚醒すると BP9、 威力 S の単体、味方生存者全体の全ステータスを 25% バフ、味方生存者全体に攻撃強化 15%、 3ターンを付与となっております。
こちらも残陽属性なんで、味方全体全捨てバフ 5%、 そして味方全体極小回復1回両方発動と。じゃあこれら果たして援護姿勢6枚乗ってどうなるのか、運用例見ていきましょう。まず技2を5回打って援護姿勢マックス状態にしてから技3中心に攻めていくという感じ。そして援護姿勢6枚の期待値は全体攻撃強化に換算すると 72% 相当、常に全体攻撃強化 72% がかかってるのと同じくらいの期待値、かなり高い。そして全体防御強化 41% 相当の火ダメ軽減もあります。まあ誰にかかるかはランダムなんで実際は結構ブレるんですけども、仮に平均的にかかったとして、常に全体 41% 火ダメ軽減相当、これかなり高いです。で、すごいのはジェラールはこの他にアビリティの効果もありますから、これ合わせますと援護姿勢がマックス乗った6ターン目以降このようになります。実質ジェラールのおかげで全体4ダメ上昇 119% 相当、これ技3のジェラールは先制できないことも考慮して 2.5 ターンで計算してますね。で、全体火ダメ軽減 54% 相当、いやーこれすごい、もう実質アーニャですね。で、全体極小回復毎ターン1回、これ、シーレが BP 配布した場合全体全捨てバフが毎ターン 30%、 これもシーレで BP 配布した場合で、シーレが BP 配布しないとこれら2つの効果はだいたい2ターンに1回くらいにちょっとね下がるような感じにはなります。いや結構強いよ。ちょ、評価の方は後でしていきましょう。そして継承候補、継承はまあ特になくてもいいかな。そして評価の方、追憶の幻灯上丸から二重丸としました。いやね、これね最高評価してないんですよ。いい点としては味方全体の防御面火力面を大幅強化、対象がランダムとはいえめちゃくちゃ強いです。で、懸念点なんですけど、強すぎるんですよ、剣が本領発揮する6ターン目以降になる前に基本的にボス倒しきってます。そこをなんか若干下げて、丸から二重丸としてますが、めちゃくちゃいいスタイルかなとは思います。そしてこれでしょう、私が最も注目している捕獲高難易度将来性、ここが丸以上つくと引くかどうか検討しているんですが、今回ジェラール丸評価と高い評価をつけております。いい点、アーニャに匹敵する全体火ダメ軽減、そして全体回復に加えて味方全体への火力補助がめちゃくちゃ大きいところ、懸念点は対象がランダムであるところ、例えば HP が余裕ある人を固くしてしまったりとか、サポートキャラで火力出ない人の火力ばっかり上げてしまったりとか、変なところに飛ぶ可能性がある。逆に言えば上振れさえすればめちゃくちゃ高い、割と平均的にかかったとしても強化版アーニャと言えなくないくらいの性能をしております。現状アーニャが大活躍していることを考えても、この性能は相当強いと思います。あとはこのランダム性をどう考えるかなんですが、まあ上振れしたらめちゃくちゃ強いって考えもありますが、私は基本的にランダム性がない方が使いやすいとは思ってます。で、あとはアーニャと比べる場合、継承技が弱いのがネック。アーニャはね、継承技非常に優秀なんですよ。全体回復とか解除とかね、知力デバフとかいろいろ持ってくることができますからね。その辺とを考慮すると、まあ、アーニャよりちょっと下がるかなっていう気もしてまして、丸評価に留めておりますが、正直めちゃくちゃいいスタイルだというふうに思っております。で、最後に周回、自身が火力を出すスタイルではないので×としております。そして次ワグナス、精神 96%、ちょっと高いですね結構。そして耐性は普通で、アビリティの方まとめると、余ダメ上昇がなし、火ダメ軽減自身は 30%、 そしてちゃんと持ってきております味方全体の火ダメ軽減、味方全員生存時 20%、 これは嬉しい効果。
で、ターン終了時自身の HP を極小回復。まあ、火ダメ軽減 30% は最低限ですが、一応極小回復もあるので、まあ、悪くはないでしょう。そして攻撃を受けて HP が0になるとき、味方生存者全体の HP を回復効果中。託す希望ですね。そしてワグナス最大の注目ポイントがこれ。バトル開始時自身に猛攻の布石を付与。永続とジェラールと同じような感じで、これね、技でも重ねることができます。で、この猛攻の布石、オーバードライブ攻撃時自身以外の味方生存者全体に攻撃強化、これおそらく 20% かなを2ターン、これ正しい値が分かり次第コメント欄のトップに記載しておきます。そして自身以外の味方生存者全体のオーバードライブゲージを 15% 上昇となっております。いやー、来ましたよ、オーバードライブゲージ。味方のオーバードライブゲージを上げるスタイル、これね、いいところは自身がオーバードライブしたら味方のオーバードライブゲージ回復なんですよ。だからオーバードライブゲージ回復のタイミングを自分で決められるというのがめちゃくちゃ偉いです。そしてオーバードライブ攻撃時、味方生存者全体の HP を小回復、極小ではなく小回復だから結構でかい。そして自身以外の味方生存者全体の BP をプラス3、味方生存者全体にオーバーエンハンス、永続のオーバードライブ攻撃4ダメ上昇、 50% 付与、上限3回で、ターン終了時自身のオーバードライブゲージを 15% 上昇させます。だから基本的には3ターンに1回オーバードライブが打て、先ほどのオーバードライブ攻撃時の効果が発動するという感じになっております。で、 BP は10スタート毎ターン5回復。オーバードライブ関連のサポーター、そして技の方もすごい。まず1つ目、覚醒すると BP1 威力 C の単体、味方生存者全体の知力を 30% バフ。で、これでしょう。覚醒すると BP7 威力 S の単体、バトル中3回まで使用可能、自身に猛攻の布石を付与、バトル中永続と。ジェラールと同じくワグナスも技で重ねることができます。こちらは最大4枚で、4枚重ねた時、オーバードライブ攻撃時自身以外の味方生存者全体に攻撃強化 20%、 2ターンが4回なんで 80% が2ターン。そして自身以外の味方生存者全体のオーバードライブゲージを 60% 上昇まで上げることができます。ワグナスがオーバードライブ攻撃したら実質他の人のオーバードライブゲージが溜まるみたいな、そんなレベルになりそうですね。そして最後、覚醒すると BP10 威力 SS のファスト単体、味方生存者全体にモラルアップ特大 40% を2ターン付与。そして運用の方どうなるか、術2を3回使った後、まあ術3中心に攻めていく感じかな。猛攻の布石4枚、そしてアビリティと合わせると、オーバードライブ攻撃時、先ほど言ったように攻撃強化 80% が2ターン、オーバードライブゲージ回復 60%、 これ自身以外ですがもう全体効果ですね。で、さらにアビリティの方で味方生存者全体の HP を小回復、そして自身以外の味方生存者全体の BP をプラス3、味方生存者全体にオーバーエンハンス、永続のオーバードライブ攻撃4ダメ上昇、 50% 付与、上限3回と。オーバードライブ攻撃時これだけの効果が発動するようになります。基本的にオーバードライブは3ターンに1回打てますから、3ターンに1回これが発動、結構強いっすよね。味方のオーバードライブゲージ上昇が特に面白くて、気鉢のオーバードライブ頻度を上げたりすることも可能です。で、さらに術3で味方の火力補助もできると。そして継承候補、まあ継承はなくてもいいかな。で、評価の方、追憶の幻灯上20丸最高評価としました。いい点はオーバードライブ時の味方全体回復、槍の全体回復は貴重かなというふうに思います。そして私が最も注目する捕獲高難易度将来性、いい点は味方のオーバードライブゲージ上昇、気鉢とか
まあ、最近ね、オーバードライブ時に強い、キャラクター出てますけど、それをサポートできるっていうのが非常にいいです。しかもオーバードライブゲージ回復させたいタイミングを自由に選べる。ヒハチがオーバードライブを吐いた直後に、ワグナスで回復すると 60% 上昇しますから、一気にほぼ溜まると。ただそれ以外の部分がいまいちなところもあって、ちょっと今回は確保の水準丸より下げて、三角評価にとどめてしまいました。で、周回は火力スタイルではないので×。さあ、そして次、ノエル。いや、ノエルね、なんかめちゃくちゃ味方回復するんですよ。精神 95% やや高めって感じですかね。で、耐性は普通。そしてアビリティの方、余ダメ上昇が 30%、 火ダメ軽減も 30%、 まあ最低限って感じかな。で、自身以外の味方生存者が攻撃を受けた時、自身に攻撃強化、おそらく 20% を2ターン付与し、自身の腕力を 15% 上昇させます。これちょっと新しいアビで数値が分かってない部分あるんですけど、正しい情報が分かり次第コメント欄のトップに追記しておきます。で、これが自身以外が攻撃を受けた時なんですけど、逆に自身が攻撃を受けた場合、自身以外の味方生存者全体に戦いの底力1回を付与、効果2ターンとなっております。これがね、結構すごくて、オーバードライブ攻撃時、自身の HP を極小回復するとなっております。例えば前のターンにノエルが5回攻撃を食らっている場合、ノエル以外に戦いの底力が5枚乗ります。そして次のターン、オーバードライブ攻撃した時に、ノエル以外が HP 極小回復5回発動すると。これね、この効果の1回って書いてあるところが分かりにくいんですけど、1回っていう効果が殴られた回数分乗りますから、殴られた回数分回復するというものになっております。まあ、自身が回復しないんですけど、これ結構でかいっすよね。で、このノエル追撃がめちゃくちゃあるんですよ。オーバードライブ攻撃発動後、サラマンダークローがランク1で発動。サラマンダークローっていうのは威力 3S の単体で、オーバードライブではなく普通の攻撃タイプが攻撃である技術を命中させた時、グレンの太刀がランク1で発動します。威力 A の単体、腕力デバフ 25%。 オーバードライブ攻撃時に限らず、通常時も確定追撃があり、確定追撃で腕力デバフをすると、まあ、ノエルの知力は 92% と高くはないので、敵によってはこのデバフ入らない場合もあるかもしれません。そして BP10 スタート、毎ターン5回復。まずアビリティだけでも味方を回復し、さらに自身はめちゃくちゃ火力も出しそうで、でデバフもいけると、結構いい感じじゃないですか。そしてノエル技も面白くなっております。まず1つ目、覚醒すると BP1、 威力 E の単体、自身の HP を極小回復、自身にガードアップ 12%、 2ターンを付与。アビリティだけだと結構柔らかかったんですが、一応技1で少しだけ固くできます。ただこの技1あまり打つ機会はないかもしれません。で、ポイントはこれでしょう。2つ目、覚醒すると BP8、 補助技、自身に闘神を付与、効果2ターン。これエデルが持ってきていたやつで、この闘神、ターン終了時自身のオーバードライブゲージを満タンにし、自身の BP をプラス5します。これがすごい。これを使ってどういう動きができるようになるかっていうのは後で詳しく解説します。そして最後、覚醒すると BP10、 威力 A 単体、自身にモラルアップ 40%、 一旦を付与。その後サラマンダークローが発動。サラマンダークローは威力 3S の単体ということで、威力 A から威力 3S、なかなか火力が出そうな技となっております。では運用例の方、技2で闘神をかけた後、技3技3のループ。 BP の関係で完全ループはいけませんが、ほぼほぼループ可能です。
BP 不足している場合は技1を打つ感じになります。で、闘神をかけた後の2ターン目3ターン目オーバードライブで威力 A 威力 3S 威力 3S 威力 A 4回攻撃そして腕力デバフ 25% 技さんのモラルアップ 40% と合わせてヨダメ上昇が基本 70% そして前のターン自身以外の味方が攻撃を受けた回数だけ攻撃強化が乗りますから仮に5回被弾していた場合ヨダメ上昇 170% 腕力 56% の状態で攻撃することができます。火力はかなり高い。そして継承候補持っていればこれ明闇乱舞剣全体小回復、これね持っているとちょっと面白くてアビリティだけではなく技でも味方を回復することができるようになります。緊急回復用にこれ持たせておくと結構便利かなというふうに思います。オーバードライブが基本溜まってますから先制でね味方全体回復と。そして評価の方追憶の幻灯上間違いなく20丸でしょう。体験は最近強いスタイル不足していましたからこのノエル間違いなく大活躍します。いいところは味方全体を回復しながら自身も非常に高い火力を出せるところ文句なく最強でしょう。そして捕獲高難易度将来性いいところ回復火力腕力デバフと三役をこなせるところ懸念点としては自身の柔らかさオーバードライブ回復が自身以外なんですよね。でもう一つ懸念点としては高難易度では回復より火ダメ軽減の方がありがたいことが多い。例えば白バラとか保健室ビューネとかね回復系っていうよりは火ダメ軽減キャラを優先することが多いんですよ。まあでも別にノエルは回復だけではありませんからね火力が出せるっていうのが非常にいいところ、まあ、使うとしたら火力枠のところに入れてよりディフェンシブに動きながらも火力を出すっていう感じかな。いや悪くないっていうかむしろかなり良さそうなんですよね。特に火力しっかり出しながら、味方全体回復もしっかりできるっていうのは、今の環境に合ってるんですよ。火力環境に合ってるんですよね。まあ、ただ競合が多い残火力っていうところもありまして、まあ、使うなら熱弱点相手なんかな。残熱だから気八とかねちょマカとか残火力は競合が多いからその火力枠としての奪い合いその1枠2枠の奪い合いがね結構激しいんすよ。いや三角から丸評価にしようかすごく悩んだんですがこれらの懸念点が少し気になったこともあり三角評価に抑えてしまいました。でもかなりいいスタイル ではないかなというふうに思います。ちなみに味方がオーバードライブを打つと回復しますからオーバードライブゲージを貯めるワグナスと相性がいいです。まあ、ただ高難易度で両方入れる余裕があるかと言われると結構厳しそうな感じではあります。そして周回周回は一応1ラウンド単体に対しては、残は熱弱点の敵に対して技3これが結構強くて威力 A 威力 3S 威力 A の3回攻撃となっております。なんで1ラウンド単体は結構いいかな。ただ2ラウンドは連発できないんでここは×としております。そして最後いやーこいつ大変なことになってますね。詳しく見ていきましょう。精神が 91% まあ普通かな。で耐性も普通。そしてアビリティの方まとめると余ダメ上昇が基本 20% 連携時さらに 30% オーバードライブ攻撃時さらに 30% でこのオーバードライブ攻撃時っていうのはこの後説明する効果により最大 300% まで上がります。そして火ダメ軽減が 30% まあ最低限って感じかな。でターン開始時自身にオーバーエンハンスオーバードライブの余ダメ上昇の永続効果が 30% 付与されます。上限5回なんで1ターン目 30% 5ターン目には 150% 加算されます。でさらにオーバードライブ攻撃時自身にオーバーエンハンス 30% 付与上限4回とオーバードライブを打つたびにオーバードライブの余ダメが上がると
で、オーバードライブ4回打った時に、120% まで上がります。これらすべて加味すると、オーバードライブ攻撃が、300%、さらに連携と通常の 20% 合わせると、350% の余ダメ上昇でオーバードライブ攻撃を打つことができると、かなりすごいです。で、350% すごいって言ったじゃないですか。これね、技の方、あと詳しく説明しますけど、350%? そんなもんじゃないっす。なんかね、ぶっ壊れちゃいました。で、ターン終了時、自身のオーバードライブゲージを 25% かな、上昇。3ターンに1回はオーバードライブが打てる感じ。で、BP10 スタート、毎ターン5回復。このスービエ、オーバードライブ時の火力特化なんですが、その火力がとんでもないことになります。では技の方を見ていきましょう。湖水が連発されましたね。覚醒すると BP0 のファストの補助技、自身にガードアップ 35% を2ターン付与、自身に霊属性攻撃強化 55% を2ターン付与、さらに自身の BP をプラス2となっております。結構優秀ではあるかな。そして二つ目、これでしょう。覚醒すると BP7、威力 A の単体。自身に海王の猛攻1回を付与。効果5ターン。これね、面白いんすよ。海王の猛攻。オーバードライブ攻撃発動後、技3がランク1で発動します。技3のランク1っていうのは、威力 3S 単体。攻撃前自身に突属性攻撃強化 40% を1ターン、霊属性攻撃強化 40% を1ターン付与となっております。基本的に技2でチャージしながらオーバードライブ攻撃時に追撃をしていくというスタイルとなっております。で、最後技3、覚醒すると BP10、 威力 3S の単体。攻撃前自身に突属性攻撃強化 45% を1ターン、霊属性攻撃強化 45% を1ターンとなっております。では運用例どうなるかというと、このようになります。技2、技1、技3のループがいいかなと思います。まず技2で追撃をチャージします。で、次に技1で補助技を打ち、ガードアップをかけながら次のターンの攻撃に備えて、霊属性攻撃強化 55% を乗せます。そして3ターン目解放と、オーバードライブの技3からさらに追撃の技3と、このループでね、ちょうど BP が回るように作られていますから、運営もこれを想定しているんじゃないかなと思います。で、これ先ほどマックスで余ダメ上昇 350% まで上がるよって言ったんですけど、3ターン目ですとまだ 170%、 ただし技の効果の攻撃強化がありますから、3ターン目の1発目が、余ダメ上昇 315%、 2発目が 395% の余ダメ上昇で打つことができます。しかもこれターンが進んでいけばもっとすごいことになると。なお、シーレイで BP 回復してあげれば、技2を4チャージしてからオーバードライブ解放っていうのも可能なんですよ。もうそうした場合、とんでもないことになります。そして継承候補、特になくてもいいかな。そして評価の方、追憶の幻灯上20丸最高評価としました。槍の火力枠としてはもう最強かなと思います。そして他高難易度将来性、ちょっとね迷ったんですけども、火力はすごいんですが、火力以外の味方サポートができないというところがネック。本当ただの火力枠っていうと、気8くらいぶっ壊れてないとなかなか出番がないっていうのが実情だったりもします。ただスービエの火力もバカにできないというか、めちゃくちゃ高いので、悪くない評価として、三角評価としております。そして最後に周回、全力応答ではオーバードライブ発動しませんから×としております。というわけで以上がジェラール編の私の評価になります。いやー、このガチャめちゃくちゃいいです。いや、なんなら私ロックブーケ編よりジェラール編の方が気になっているというか、いいんじゃないかなと思ってるんですよ。
あのジェラールが何と言ってもジェラールが強い。で多分皆さんはロックブーケ狙いなのかなと思いますが、私ねワンチャンロックブーケよりジェラールの方が強いんじゃないかと思うくらいこのジェラール、かなり高く評価しております。でねジェラール以外ワグナス、ノエル、スービエ、これもね悪くないんですよ。もちろん追憶の幻灯上で最強っていうのもありますし、いやなんなら普通の高難易度においてもワンポイント採用するっていうのが全然あるかなっていうくらいなかなかいいスタイルかなと思います。だからトータルで見てぶっちゃけこのガチャ外れいないかもしれない。まあどうなんだろうね、周回に関してはやはりロックブーケガチャのダンターグが最強だったから、周回まで見せるんだったらロックブーケガチャの方がいいっていう考え方全然あると思うんですけど、いや私ねこのジェラールガチャ、いやなんならロックブーケ編スルーしてジェラール編引こうかなって思うくらい今こちらに気持ち傾いております。あでね、私がこのガチャ引くかどうかなんですが、ロックブーケ編でも言いましたけど、いや普段であれば即引きに行ってもいいくらいの性能ではあるかなという気もしているんですが、今最近めちゃくちゃガチャが来てるんですよ。ダブルガチャ3連続で、やっぱちょっと気軽にガチャを引けない環境になってしまったというところもありまして、一旦保留しております。ぜひね、あの皆さんの意見も聞かせていただけると嬉しいです。いやジェラールシスタンが言ってるほど大したことなかったですよとか、いやいやいやスービエとかノエルめちゃくちゃ活躍してますよとかね、あとは皆さんがこのガチャを果たして取ったのかとかスルーしたのかとか、そのあたりもね教えていただけると嬉しいです。というわけでこのチャンネルではガチャが来るたびにこのような評価動画というのを作っております。もし気になるという方はね、チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。また少しでも参考になったという方は高評価ボタンを押していただけますと励みになります。ではご視聴いただきありがとうございました。